トビズムカデ、日本全域に生息するポピュラーなオオムカデ。名前の通り頭部が飛び色で、足の色は個体により黄色から赤まで様々に変化する。本種の足が赤い個体を赤ズムカデとして記載している場合があるが、赤ズムカデは中国に生息する別種であるため誤りである。金毛ハラナガツチバチ、日本全土の公園などで見られるツチバチの一種。金色の体毛が生えているため金毛ハラナガツチバチと呼ばれている。ツチバチの成虫は蜜を食べるが、幼虫は肉食であるため、メスはカブトムシやコガネムシなどの幼虫を狩り卵を産みつける。毒には麻酔作用があり、幼虫は麻酔された獲物を生きたまま食べる。他の蜂と同様、オスには毒針がないが、腹部の体毛が針状に変化しており、それを使って戦うことがある。トーナメント1回戦第2試合。赤コーナー、日本出身、飛び色の殺戮特急、飛びずむかで106ミリ、バーサス青コーナー、日本出身、庭園の麻酔獣、金毛ハラナガツチバチ29ミリ、レディーファイト。1回戦第2試合、飛びつむかで VS 金毛ハラナガツチバチの一戦です。さあ、おっと、いきなり、おっと、襲いかかる蛇みたいです、飛びつむかで。さあ、そして一方でね、このツチバチなんですが、先ほどのね、説明にもあった通り、カブトムシとかの幼虫を襲って自分の幼虫の餌にするんですよね。なんで成虫は花の蜜食べるんですけど、まあ実質肉食みたいなもんなんで入れてますが、おっと、また襲いかかってきた、すごい、どうもです。ツチバチの方は、まあさすがにちょっとこれはわけが違うよって感じでしょうか。イモムシとムカデはまあ似てるっちゃ似てますが、さすがにこれは効いてないよっていう感じなのか。ツチバチ襲いかかる気配は見られません。さあ、おっと、また押してきたが、おっと、捕まえた、やばい。さあ、これは完全にムカデが今、これはスコロペンドラツイスト、これは完全に決まった。いやー、すごい、蜂を食べるとはなかなかね、前回でもこの飛びずもなかったんじゃないですか。おっと、逃げたぞ、すごいな。お、大丈夫だったのか。あ、でもやっぱりちょっと毒は効いてるんですかね。なんか動きがちょっとおぼつかないような。おっと、また落ちてしまう。やっぱり動きおぼつかないですかね。さすがに毒は効いてるのか。いや、でもさっきの、ああ、また、ああ、捕まった。捕まったけど、なんか逃げたぞ。おっと、また逃げた。おお、すごいですね。ああ、でも、すごいダメージは受けてるみたいですね。毒は効いてるみたいです。そして羽も、ちょっともげてしまいましたね。ツチバチ。ああ、でも、すごいですね。今の、やつも完全に食べられたかと思ったんですが、すごいですね、ツチバチ。意外と強いのか、割と実力者なのか、体が硬いというのもあるのかもしれません。普通だったらこれ一発で死んでますからね。さあ、おっと、また、飛びつむかでもの方もちょっとこう、ひるんでるんですかね。なんだこいつっていう感じなんでしょうか。さあ、でもやっぱり落ちる回数がちょっと、だいぶ、頻繁に落ちますね。やっぱりちょっとこう、さすがに体が硬いとは言っても、毒は多少なりとも効いているのか。歩き回ってますが、ムカデの方はね、登っていくことはできない。おっと、すごいギリギリを攻めますね、ツチバチ。登っていくことはできないので、蜂が落ちてくるのを待つ。おっと、今度はこれ頭を押さえてるが、いや、でも逃げた、すごいすごいですね。ここで死ぬ定めではないのか、ツチバチ。なんとかここを生きて脱出したいという強い意志が感じられますが、さあ、しかしまたギリギリを攻める。おっと、また生きたぞ。いや、しかし逃げた。ギリギリを攻めますね、ツチバチ。何なんでしょうか、このスリルを味わいたいのか。おっと、また落ちてきたが、今度は捕まったか。今度こそ捕まってない。すごい。すごい、脱出能力が。あったまこん。やっと今度は、いや、しかし逃げた。もう実況がもう全然、うわうわしか言えないです。もう早すぎて。さあ、待ち構えるムカデ。しかし毒がちょっと回っていて、落ちてしまうぞと。おっと、来た来た。さあ、今度は抑えたか。今度こそ抑えたか。うわぁ、すごい、逃げた。何なんですかね、この回避能力というか。すごいですね、ツチバチ。今まで一回も出たことなかったですけど、こういうの。なんかこう、あれですね、力が強いんですかね。ムカデの、だって、
襲う力って、襲う力っていうか、抑える力ってだいぶ強いですからね。全身筋肉なんで相当強いと思うんですが、それを回避するというこのスチバチ、またギリギリを攻めていく。ただね、ムカデがちょっと嫌がってるような様子もあるので、なんか刺したりか、あるいは噛みついたりとかしてるのかもしれないですね、スチバチ。さあ、これはどうなるのか。ムカデが仕留めるのか、それともスチバチが反撃の何か一手があるのか。おっと、また捕まった。すごい、こう、一回転してますよ、飛びつむかでも。飛びつむかでも諦めないですね。こんな何回も逃げられてんのに。おっと。さあ、すごい、この執念と執念と言いますか。この生命力対食欲、どっちが勝つんでしょうか。さあ、下で待ち構えるぞ、ムカデ。お腹が空いている。今度こそ捕まえることはできるのか。そして、土場ちゃん逃げることは、おっと、また行ったが、いや、これやっぱり嫌がってますね。なんか、噛みついたのかな、今。噛みついたのか、刺したのか。やっぱり嫌がってますね。反撃はしてるみたいです。土場ちゃんの方も。さあ、しかし、ムカデはね、毒には強いので、毒で攻撃しているのであれば、ちょっと、分が悪いのかな、という感じもしますが、どうか。さあ、また来たぞ、また捕まえ、いや、しかし、なんかすぐやめるようになりましたね。硬いんですかね、やっぱり。節のところに噛みついたようにも見えたんですが、すぐパッと離しましたね、飛びつむかでの方も。そろそろ疲れてきたか？いや、しかしまた捕まえた！おっと、今度はやばいか？今度は、いや、やばくない。逃げた。すごい。いや、すごいね、この試合は。なかなか、スチバチのポテンシャルが。おー、すごい。おー、逃げた。スチバチ。あー、でもやっぱりダメージあるのかな？落ちますね、結構。登ってもすぐ落ちちゃうし、なんかちょっと歩き方も千鳥足みたいな歩き方になってます。そろそろ限界か。おっと、今度は、いや、これはやばいか？ぐおー、逃げた。あー、でもまた寄っていってしまったが、しかしここもなんとか逃げました。おっと、これは悔しいのか飛びつむかで、また食べれなかったって感じなのか、今ちょっとコルクのところに噛みつきましたね。おっと、しかしまた落ちてしまうスチバチ。もうちょっと限界なのか？さすがに、逃げ回って、噛まれて、毒も回ってきたか。あーっと、ちょっと落ちる回数も増えてきたぞ。そして明らかに歩き方がおかしいぞ。これはさすがに勝負あったか。いや、土鉢検討しましたが、残念。土鉢検討虚しくドクターストップ。ウィナー、飛びずむかで KO 勝ち。2回戦進出。